こんにちは、ご厨房細部です。はじめに災害時に役立つ簡易的なタンカーの作り方をご紹介いたします。まず2本の棒を用意します。バケツやペットボトルがない場合は、段ボール箱の中にポリ袋を敷きます。底と側面は布製の粘着テープでしっかりと補強して作ります。せーの。次に新聞紙で作る紙食器を紹介します。まず正方形の新聞紙を三角形に折ります。そしてこのようにして星のマークに合うように折ります。反対側も同じように折ります。そしたら上の三角形を手前に、奥の三角形も手前に折ります。そしたらこのようにして開けてビニール袋などを入れることで紙食器として使えます。水が貴重な災害時には洗わずに使うことができます。これでご厨房細部の発表を終わりにします。